パナスタまでやってきました。今日はリュウちゃんもカッチョさんもいないので一人で撮影頑張ります。スシアム前広場です。厚切り炭塩ステーキ、中華、創作春巻き、これはセレッソ線の淀港で食べました。黒焼き、焼きラーメン、どのお店もいい匂いしています。スタジアムの中です。ピッチがとっても近いです。選手たちの横断幕です。谷口選手、佐々木選手、家永選手。ククルのたこ焼きだ。ククルのたこ焼きです。いただきます。田村のカルビ焼きです。おいしそう。めっちゃ美味しいです。パナスタも再入場のシステムがあります。今からある方に会いに行きます。マンゴーかき氷。マンゴーかき氷。この時期。え、売ってる。僕もあんまりパナスタ、あんま分かってない。もう毎回結構同じもんばっかり食べちゃう。ああ、癖があるんで。まあ、ククルですか。ククルですかね、やっぱり。あ、はい、ククル、私も食べました。食べました。食べた。食べました。美味しいよね。美味しかったです。この間サナさんがトドロキにいらっしゃった時に、私とリュウちゃんはあのイクパパチャンネルさんのステッカーいただいたんですけど、はいはい、カッチョさんがもらいそびれてしまったということなので、はい、今回浜口さんにステッカーいただこうと思います。わかりました。これどうぞ。ありがとうございます。貼ってるんですよ。こっちは振ろうと裏切っちゃってる。なんであのこの上に貼ります。ぜひ。あとリュウちゃんのデッドスマイルも。いや、こんなん作ったんですか。ステッカーも作ったんですか。本気や。紅白出ようとしてます。もしよかったら、はい、みんなでっていうので、はい、一緒にレッツマイルって歌っていただけたらなって思うんですけど、はいはいはい、いや、いやです。お願いします。あ、いいです。いきます。はい、みんなでレッツマイル。ナンバーは応援の中心が3階らしくて、
がたくさん旗を振っています。第3節ガンバ大阪との試合2対2の引き分けでした。1点リードされた状態で交代してすぐに宮城天選手が決めてくれて、試合終了間近には小林選手の諦めないプレーからダミア選手がしっかりとゴールを決めてくれました。結果は引き分けでしたが、とても楽しい試合でした。今日は1人ですが、今日のポチャフロ TV は以上となります。せーの、ポチャフロー、ありがとうございました。浜口さん、今日はありがとうございました。ハナスタで初めて人と待ち合わせしたんですけど、お会いできてよかったです。嬉しかったです。またお会いできる日を楽しみにしています。今日初めて一人で収録してみて感想はどうでしたか？スタジアムに着いてから結構いろんな方に声かけていただいて、あ、ポチャフロってみんな見てくれてるんだな、有名になったんだなって改めて思いました。ガンバの方からも声かけていただいて、やっぱり一人で撮るっていうのは本当に大変で、すっごい緊張しちゃって、なんかうまくいってないかなってすごい不安なんですけど、カッチョさんに編集していただけたらある程度のものができるんじゃないかなと楽しみにしています。お疲れ様でした。背筋伸ばして前向いて勝利をつかめ、みんなを笑顔にしたい。